ジエゴ・カバリエリは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手、ボタフォゴ FR 所属。ポジションは GK。2001年から SE パルメイラスのユースチームに所属し、2002年にトップチームデビューを果たす。2008年の夏季移籍期間には、所属チームパルメイラスに放出の意向もあり、欧州のクラブへ移籍すると見られていた。 バレンシア CF がオファーを出したとの報道もあったが、7月11日に、リバプール FC への移籍が決定した。契約は2012年までの4年間で、移籍金は不明。イタリアのパスポートも所持しているため、外国人選手枠には入らないというメリットもある。本人は、リバプールの政治家、ホセマヌエル・レーナとのポジション争いへの意欲を見せたが、移籍1シーズン目は、 リーグ戦出場はなかった。2010年8月23日にイタリアの AC チェゼーナに移籍することが決定した。だが、リーグ戦の出場が1試合もないまま、2010年12月に母国ブラジルのフルミネンセーフ C へ移籍した。2017年シーズン終了後にフルミネンセーフ C を退団した。2018年3月2日、 クリスタルパレス FC とシーズン終了までの契約を締結した。母国ブラジルではトップクラスのゴールキーパーと評される。2012年11月13日、スーペルクラシコでラスアメリカスに向けてマノメネーゼス監督に招集されブラジル代表としてデビューした。ありがとうございます。